よーがじっこちょこんばんは、タイポンです。それでは FIFA 20 Ultimate チーム実況をやっていきたいと思います。はい、ってことなんで、今回は TOTSSF の Ultimate、もう一番最後の週ですね、が来ているということなので、もうこれで本当にもう、この今年の FIFA 20 の Ultimate チームは、まあ、まだイベントあるっちゃあるんだけど、まあ、こんだけ大きいイベントはもうラストなので、今回はちょっと、まあ、パック開放したいんですけど、ちょっともう課金はしたくないので、コインでね、本当はね、普段絶対やらない、コインでパック開封をしようかなと思います。まあ、もう終わっちゃうし、もういいかなっていうので、開封しちゃいます。で、今回このジャンボレア選手パック、5パック来てますので、これを5回引きます。なんで50万円分ですね。もうめちゃくちゃ損だよ。50万円分は。うん、本当にそれなりの選手出てくんないと。まあでも、やっぱ当たらないとは思うけど、まあ最後にね、ちょっと花を咲かしたいなと思います。今年はいろんなパックいろいろ引きましたけど、まあまだ来週報酬あるからな、あれだけどまだ終わりじゃないけど、まあいろいろパック引きましたけど、まあ当たんなかったね。本当にひどい。今年のパック運のなさはマジでひどかったんで、逆に去年が良すぎたっていうのもあったんですけど、今年は本当にね、もうその、なんかあれが来たような感じで、ひどかったから、もう最後にちょっと、笑顔を見せてほしいです。はい、俺に笑顔を見せてほしい。EA さんは、よろしくお願いします。じゃあ、ジャンボレア選手バック引く前に、今回アルティメット、に選ばれた選手たち、まあもう過去に選出されてる選手たちが、まあ選ばれているんですけど、まあラインナップはこんな感じになっていると。うん。えぐいです。まあ、それはそうだよね。アルティメットだから本当にその、今まで選ばれた中の、人たち、よりすぐりの選手たちが集まるとこなので、まあもう世界選抜的な、もうノリと言ってもおかしくないでしょうという感じなんですけど、ブラジル国旗来たら激アツです。あとポルトガルだね。もうこの二つ来たら、まあ、あとフランスもか。まあ、ベンゼマはちょっとあれだけど、ベンエデルとムバッペ来たらえぐいって感じ。うん。ベルギーも熱いか。アルゼンチンも一人しかいないもんね。うん。なので、まあ、ポルトガル、ブラジルをもう求めてますけど。この二つがやばいんで。まあ、あとはフランスか。よし、じゃあ行きましょうか。いやー、もう10万コイン使うってもう考えられないけど。まあ、もう最後だしね。いいでしょう、というところで。もう、ウォークアウトはさすがにしてほしいよね。マジで。それだけは求むだよ。いやー、ウォークアウトしてよ。もう、全部してよ。正直ね、もう、ジャンボレア選手パックとか、さすがにもう全部ウォークアウト、全部ウォークアウトというか、もう確定でウォークアウトにしてほしい。さすがに。これはね、一つ不満点ではありますね。だってこれ、リアルのお金で言うと、まあ、2000円うん、2000円払って1パックだから、さすがにウォークアウト、一人は確定みたいな風にちょっとしてほしいなとは思いますけどね。うん。まあそれだとでも逆に当たりすぎちゃって相場がやばくなっちゃうのかな。わかりませんけど、俺には。よし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 。まあウォークアウト。ウォークアウトはいいでしょう。はい。パリサンジェルマン。もしかしてチアゴシューバーチアゴシューバーいいってもう。ああ、面白い。もう面白くなってきた。まあ、逆にこの今回アルティメット選ばれてる人たちは、金の方はね、パックからは出ないから。まあでもウォークアウトそれだけまだマシなんだけどな。いや、秒で消えてくじゃん、コインが。やば。まあコインもいらねえっちゃいらねえからな。よしよし、来た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 。お願い、ポルトガル。ドイツはフンメルスとか、そっち系。おキミヒ、よし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 、これ勝ちでしょおそらく。キミヒいくら、よし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 、勝ったか俺。いや、勝ってはないかも。今相場見たら24万7千コインぐらいです。いや、よし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 。でもまあまあまあ、当たっただけこれはでかいよマジで。しかも強いですからね、キミヒ。ああ、ちょっとまあ、マルセロ的な感じだよね。攻撃意識高いで、守備意識低いなんで。
特性全然ないんだ。一つもないんだ。君、いやー、よかった。これで被害は、だいぶ抑えることはできてる。とりあえず。いやー、アルティメットの中から一人当たっただけでもね、これはマジででかい。さあ、残り 2パック。20万円分。まあ、君、非分帰ってきて。よし、まあ、ここはね、さすがに。頼む、2回連続。ただウォークアウト。ん?クリバリか?あー、クリバリだな、これは。高レートを仕込んでいくと。今、高レートだいぶ、ここら辺の高レート安いでしょ。あ、さすがにやっぱウォークアウトは結構するな。オッケー。いやー、ちょっと、ポルトガル、おー、すごい、めっちゃなんか、当たったね。ポルトガル、ブラジル、ちょっと夢見ちゃったな。さすがにそんな甘くはないか。さあ、ラスト。ジャンボレア選手パック引きましょうか。もうでも正直500万コインあるけど、全部使ってもいい説今出てるからな、もう俺。よしよし。お願い。あ、来た。おい、頼むぞ。ウルグアイは、あれだな、これ MLS だ。いやー、マジかよ。ロデイロ。まあ。出てくるのおっせえな。ロデイロ。こういうフェイスですね。まあ、MLS はこういうフェイスめちゃくちゃ多いんで、多分大体の人はこういうフェイスだと思うんだけど。ウルグアイ、今、スアレスかと思ったけど、スアレス選ばれてないから。なるほどね。いやー、でも当たるな。普通に。やっぱコインの方が当たんのか?そういうことか。そういうことなのかもしんない。はい、ということなんで、今回はね、コインでパック引くという、ちょっと一番やっちゃいけないことを、まあ、やったんですけど、見事、キミヒ、そして、ロデイロ選手、この2選手の TOTS 当てることができました。なんで、5分の2で TOTS 当たって、5分の4でウォークアウトなんで、引き的には、まあ、悪くはないんじゃないかな、というところですかね。まあ、キミヒか、まあ、25万コインとか、だけど、結局、あれかな?ちょっとマイナスぐらいで済むぐらいなのかな?多分。そう考えたら、まあ、面白かったし、楽しめたから、まあ、良かったかな。うん。まあ、この時期だったら、もう正直ね、もうウィーケンもあと、今週ので、多分、ガチる人はほとんどいないだろうし、コインでパック開封シリーズ、もしかしたら、ちょっと続けるかもしんない。俺も今、別に欲しい選手とか、なんかもうないし、買えないし、欲しい選手とか。次、アルティメットパックとか、またジャンボリア選手パックとか、来たら、まあ、それ引こうかなと、コインで引こうかなと思います。はい、ということなんで、ぜひね、皆さんも、コインでね、パック開封してみてください。まあ、アルティメットなんでね、ワンチャン、本当ロナウドとかね、ネイマールとか当たる可能性は本当にあるから、引かないと当たんないからね、まあ、チャレンジしてみてください。ってことなんで、最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、チャンネル登録してください。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニアー。